ジョイフル株式会社ジョイフル、ジョイファル COLTD は本社を大分県大分市に置き、九州を中心にファミリーレストラン、ジョイフルをチェーン展開するチェーンストアを子会社に持つ持ち株会社である。福岡証券取引所単独上場銘柄の一つで、ある証券コードは9942。ジョイファルはジョイ、楽しさとフル。 いっぱ杯を足し合わせた造語で、英語形容詞のジョイファルとは、綴りが異なる。少々圏への出店と低価格戦略を特徴とする、一号店は、1979年2月に、大分県大分市萩原に開店した、萩原店、店舗は存続しているものの、1998年に、改築されたため開店当時の建物は現存しない。 直営の店舗が大半を占めるが、九州、山口地方には、フランチャイズ店があり、長崎県、ハサミ店を除く、鹿児島県、奄美地方、沖縄県は、全店がフランチャイズである。かつては、地域市会社による、店舗展開が行われていたが、2004年6月1日までに、すべてジョイフル本社に合併された。しかし、2015年11月に、地域市、 会社10社を設立。2016年1月1日をもって持ち株会社体制となり、店舗運営は2017年10月に新設された1社を含む11の地域市会社に承継されている。2018年9月5日、現在802店舗。宮城県、福島県を除く東北地方、甲信越地方には店舗がない。関東地方では 神奈川県のみ店舗がなかったが、2018年4月に横浜あざみの店が開店した。北海道には2018年9月5日に初出店。また、静岡県、愛知県、三重県、大阪府では、府県庁所在地に出店していない大阪府については、かつては1店舗、平屋上店のみ、大阪市に出店していた。一時期別府市の老舗ホテル。 亀の井ホテル等を運営する、株式会社亀の井ホテル、現株式会社アメーズを参加にしていた。1994年に買収したが、本業集中のため2002年に、ジョイフル創業者で当時社長だった、アナミヤスを一部は、当時の亀の井ホテル社長の古川伊佐夫が株式、約95%の株式を保有していたを引き取り、グループを離れた。 J リーグの大分トリニータのオフィシャルパートナーである。2003年度のイメージキャラクターに初めてアニメのパワーアップアフガールズを採用し、その後も仮面ライダーシリーズプリキュアシリーズ2007から2009年のキャンペーン展開をしていたが、その後はイメージキャラクターの採用及びタイアップはしていない。主要取引銀行は、伊予銀行、西日本シティ銀行、大分銀行、 伊予銀行と西日本シティ銀行の子会社の西日本信用保証は大株主でもあり、ジョイフルも両行の株式を保有している。1996年に創業者で当時社長であったアナミヤスオは2006年まで2000店舗を目指す構想を発表。しかしメニューが肉料理中心だったため2003年に発生した BSE 問題の影響を受け、 出店を抑制。2004年より不採算店舗を閉鎖、また一部の店舗で24時間営業を取りやめている。閉鎖第一号は、高知県中村市、現、四万都市の高知西中村店で、わずか3年ほどの営業だった。ただ、この時は、当初約30店舗の閉鎖、約100店舗のシニア営業取りやめを予定していたものの、実際はそれより少ない数にとどまった。 その後、2005年12月15日開店の高松、大木町店、香川県高松市を最後に、2008年まで直営での新規出店を一時凍結した。2007年には中国でのチェーン展開を図り、7月23日に中国準備室を設置。2008年5月に上海に1号店を開店し2店目も出店した。 ものの、2009年5月末に営業を休止し、2010年4月12日に運営主会社も解散した。2007年12月13日、穴見陽一の次期衆議院選挙立候補表明を受け、2008年1月1日付で、常務の長尾一徳が社長に就任し、穴見は代表権のある会長に就任した。創業海外では、 初の社長で同時にプロパーでもない社長長尾はサントリーフーズから送り込まれたでもある。また同時に代表権のある副社長に就任した井上博樹もプロパーではない。その直後には2年ぶりの直営新店舗である高知、カナダ店、高知県高知市を開業させている。また、原油高の影響で郊外店の売り上げが伸び悩んでいる影響で 同年11月までに130店舗以上で深夜の営業を取りやめることとなった。新たに都市部の顧客を狙うために2008年9月に福岡天神福岡慶吾公園前店に初めて都市部に出店することとなった。一方で全店舗的に売上が低迷し2008年下期に不採算7店舗の閉鎖を発表。これに 世界同時不況が追い打ちをかける形となり、同年通期には赤字に転落した。この責任を取る形で2009年3月26日に、長尾一徳は代表権のない社長に、穴見洋一は顧問となるとともに、井上博樹はジョイフルを去って、代表権は会長の小玉幸子のみが持つことになる。また、2008年12月期の夕方、証券報告書によれば、 不採算店舗については、土地賃貸契約の期間満了をもって閉鎖することも検討すると示されているが、翌期には不採算店舗の撤退に関する文言はなくなっている。2010年3月25日の定時株主総会をもって長尾が取締役社長を退任し、会長の小玉が社長に就任した。小玉は社長個人としてのメディア取材は一切受けず、また、 公式ホームページにも写真を出さず、地元在会の会合にも出なかったが、2011年1月発行のジョイフル労働組合の機関誌、ジョイ組にて、初めて顔が公開された。2011年3月24日、アナミ一イチが顧問から社長に復帰し、小玉は代表権のない会長となった。2012年3月23日、 アナミ陽一の妻のアナミクルミが社長となったが、同日の定時株主総会で共同代表制を否定し、代表取締役は1名のみとする定管改正が行われたため、代表権はなく相談役となった陽一のみが代表権を持ち、対外的な対応を務めていた。2013年3月にロゴマークを変更。同時にシンボルマークも新設した。また、 久しく出展していなかった関東地方への出展も再開している。2013年3月24日の定時株主総会で、穴見陽一が前年の第46回衆議院議員総選挙で当選したことを受け、共同代表制を復活させ、社長のくるみも代表権を持つこととなった。ただ、前会長の小玉幸子はこの時に取締役を退任したものの、 議決権の3分の1兆を保有するジョイ開発の社長であることから、顧問として今なおジョイフルへの影響力を持ち続けている。2016年1月1日をもって持ち株会社体制となり、店舗運営は講述する11の地域市、会社、2015年11月2日設立に承継された。地域市会社については、地域市会社と営業エリア参照。 2018年1月1日からの体制1996年から1999年にかけて設立。2002年から2004年にかけて、九州合併した。ジョイフル本社は、地域市会社と区別するため、九州ジョイフルと呼ばれていた。地域市会社の資本金は、中部が2億円、東北が1億5000万円、それ以外が1億円だった。 ジョイフル本社の地域市会社の出資比率は90%で、残りの10%は当該地域市会社の社長が保有していた。合併直前の2004年2月に株式交換で完全子会社となった。中国ジョイフルの社長は、後にジョイフルの社長を務めた穴見陽一であった。その関係で合併当初は中国事業部として本社とは切り離された運営がなされていた。 中国事業部時代の2003年に、加古川市に出店している。しかし、2004年には、全国一社体制になることから、権限を縮小され中国管理部と解消した。2005年3月に廃止され、現在倉敷市の旧中国ジョイフル本社ビルは1階に、ジョイフル倉敷本店、3階に中国エリア事務所がある。なお、 合併後近畿等の管理部門は一時期大阪府に新設した事務所、詳細な場所は非公表にて行っていたが、その後、管理統制機能のすべてが大糸の本社に集約された。2016年1月1日から2017年12月31日までの体制。いずれも本店はジョイフル本社内。なお、中四国。 九州地区に関しては2018年以降と同じため省略。市町村名は閉鎖時点のもの。宮城県埼玉県、東京都群馬県、愛知県岐阜県と山県石川県、大阪府島根県岡山県、広島県山口県香川県愛媛県、高知県福岡県、佐賀県長崎県熊本県、大分県鹿児島県、沖縄県上海市。 このほか、お祭り一番看護店舗を2004年11月をもって、亀の井ホテル、当時に事業場としている。新業態として、2005年3月22日に、福岡県筑紫野市に開店した1号店を皮切りに、ショッピングセンターのフードコート内に出店する、ジョイフル Q と、ハラペコ丸の展開を開始。しかし、1号店は2007年に閉店。 大分市に残っていたハラペコマルの店舗は2016年にリニューアルしてご飯どころ気楽屋となっている。また沖縄県内で FC 展開するミニジョイフルはジョイフル Q と同様にフードコートへの出店である。春菜ブッフェ春菜大分県大分市沖田城バイキングレストラン2018年4月に閉店。業態転換し同年7月に 並木外コーヒーとして開店する予定。ご飯どころ気楽や引く定食屋。2017年1月1日に子会社の株式会社ライジングサンフードシステムに移管されたミニジョイフル沖縄地区で FC 展開する総合スーパー3映が店舗内で展開。いずれも現在は資本関係はない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。